PGY テックのこの SD カードのねリーダー、そして収納ケースにもなるっていうすごい便利なものなんですけど、これめっちゃね俺気に入って愛用して使ってたんですけど、ついにですよこれ出ました。これは CF エクスプレスタイプ A も収納、そしてリーダーとしても使えるっていう、もうめちゃくちゃ超便利なおすすめなものが出たんですけども、しかも単純に普通に出ましたっていうだけではなくて、前のこれの時にちょっといまいちだなって思ってたところもね、少し改善されてるところもあるんでね、それもちょっと今日はねシェアしたいと思います。じゃあこれまずどういうものかっていうと、表面がねこれシリコンの素材です。でこれもともとね色が黒だったのが、違う色のねモスグリーンみたいな、アーミーグリーンみたいな色も追加されてます。で俺の使ってるのはねこの、黒のやつで、そしてここカラビナがついてるんで、バックパックとかねそういうのにこうぶら下げてもいいですよね。でまあぶら下げるとこういう風になるじゃないですか。でこれいいのが、ここシリコンでねこうあの止まってるでしょ、このあのカラビナがね。で開けるのはこれ下から上にこうここから押せばねこう開くんですけど、こうぶら下がってるんで、こう、下に、なんだろう、出てくることがない。まあ、重力的に絶対こう、下には下がらないんでね。っていうのも、まあ、地味だけど、あ結構ちゃんと考えてるなっていうのは、これは気に入ってるところですね。そして、ちょっとこれ一回本体どうなのか見ます。本体がね、これね、アルミのボディなんですね。本体こんな感じになります。この姿で見ることね、ほとんど俺の場合ないんでね。まあ、俺こっちにこのケースに入れて、まあこれもね、やっぱシリコンなんでこう衝撃吸収性っていうのはあると思うんで。で普段はこれに入れて持ち歩いてるんですけど、これはこれでもね、なんか地味にかっこいいっすよね。Anyway。じゃあどんなのか見ましょうね。で、これ開けるときにはこう押してもらえると、ビュッと出てきます。で、ここがね、防水のなんかこうシリコンみたいなのがつけてあるんですよ。なので、例えばバックパックのところにつけておいて、そしたらなんかこう雨が降っちゃったとかっていう時にも、簡易防水的には大丈夫かな。水につけちゃうのはまずいと思うけど、簡易防水的な機能もあります。そしてね、実際ここにカードを収納できるわけですよ。SD カードが2枚。そしてこれ元から1個ついてきます。これはマイクロ SD カードを、SD カードのダミーのやつにね、入れて、リーダーで読み込ませるためのもの。で、これもね、リーディングのスピードもね、めっちゃ速いんで、リーダーを1個かましたとしても、それで遅くなるっていうことはないですね。スピードが、マックスで300メガビットパーセカンドなんで、全然速いと思います。ここが収納ケースのところ、SD カードあと2つ、そしてあとここ、マイクロ SD が1、2、3、4つ入るんですね。で、あとここは、あれですね、SIM カード。を入れることができます。そして、これは SIM ピンですよね。スマホの横のところを押すためのピンね。っていう機能がついてて、そしてここがリーダーとして読み込ませるところね。SD カード、で、こっちが CF エクスプレスタイプ A を入れるところになってます。そして、こっちがね、CF エクスプレスタイプ A を入れるスロットになってます。で、これは CF エクスプレスタイプ A のモデルなんだけども、例えばニコンのカメラとかだったら CF エクスプレスタイプ B を使いますよね。でも CFB 用のこの、リーダー兼ケースも出てます。その場合確かここ2個しかスロットがないんじゃなかったかな。Anyway。ここがね、ヒートシンクになってるんですよ。結局ね、こういう SD カード、これ前の時ついてなかったんじゃないかな。なかったね。前のモデルは確かこれついてない。見た目ついた感じの構造じゃないんですけど、やっぱ CF エクスプレスタイプ A って読み込みも書き込みもスピードめっちゃ速いけど結構熱くなるじゃないですか。熱持つんですよね。でも、ここでちゃんと放熱をさせるっていう構造になってる。これもすごい考えてますよね。そして、USB-C でパソコンに読み込ませるんですけど、前のタイプのモデルは、これここがね、爪をこう、ここ引っ掛けないとこ取れなくて、ちょっと取りにくかったんですよ。それが改善されてて、こういうね、オレンジ色のものがついてるんで、ここをギュッとするとポコンとロックを外して、で、ロック解除したらポコンと出てくるんで、それを引っ張ってもらえればいいと。まあ、こういうね、簡単な構造になったっていうのはね、これめっちゃ嬉しいですね。で、この SIM ピンが、前のモデルってもうこういう、いかにも iPhone 買った時についてくるようなね、いかにもな SIM ピンだったんですよ。で、まあ、別にダメじゃないけど、バージョンアップされてて、こっち。こんなのに変わりました。これ、良くない？ SIM ピン
なんだけども、こっち側がカメラのほら下にアルカスイスのなんかプレートつけたい時とかあるじゃないですか。結構そういう時にマイナスドライバーがいるんですけど、マイナスじゃなくてコインでもいいんだけど、でも忘れたっていう時にこれがあればこれで回せちゃうっていうのはね、これはめっちゃありがたいですよね。なんか細かいところなんだけどね、でもそういう細かいところをちゃんと考えてくれてるメーカーって嬉しくないですか。ちなみにここにも USB-C があるな。これなんだろう、アップデートなのかな。今初めて気づいた。前のついてた？いや、前のにはついてないね。前のについてないけど、ここになんか USB-C のポートがなんか一個あるんですよ。これなんだろう。もし知ってる人いたらコメントで教えてください。Anyway。で、この CF Express Type A を使わない人だったら別にぶっちゃけこっちでもいいんじゃんと思います。まあこれを選んでもいいけど、ひょっとしたらまあ後々、CF Express Type A に変えるかもな、買っちゃうかもなって思う人はもう最初からこっち選んだ方が、やっぱアップグレードされてるところもあるんで、ちょっと少しでかくなるけどね。だけどもこっちの方がいいかもなと個人的には思います。で、もうこれをね、本当使い始めてから、前は CF Express Type A のリーダーを持っていて、で、俺の Mac は MacBook Pro なんで SD カードは入るんでいいんですけど、でもカードリーダーを持っていかないと、 CF Express A のね、カードリーダーがないとそもそもデータを移すこともできないんでっていう問題があったんですよ、前は。だけども、もうこれに変えてからは、まあ予備で俺必ず、CF Express Type A なり、SD カードなりは予備を持っていくんで、で、その予備のケースがイコールリーダーになるっていうのはもう、これはもうそんな、もうめっちゃ嬉しいことはないんでね。やっぱり荷物は少ないなら少ないに越したことはないと思うんで、ぜひね、今からカードリーダー買おうかなって思ってる人、もしくは、カードケースをね、買おうって思ってる人、ぜひね、これは PGI テックのね、このケースは検討してみた方がいいと思います。Mac、まあ Mac に限らず Windows もだけど、コンピューターに読み込む、撮影したデータを読み込むスピード、これもめっちゃ速いです。これもケーブルのね、規格とかでもあると思うんですけど、転送スピードもすごい速いんで、例えば現場で撮って、そのまま、俺の場合だったらね、制作チームのエディターの大輔さんにデータをその場で渡したりとかしてるんですけど、っていう時にもやっぱ待ち時間がめっちゃ短縮できるっていうのはいいですよね。サクッと渡せる、転送の時間も早い、クライアントにねデータを渡すこともあると思うんで、その時にやっぱ待たせたくないじゃないですか。早く読めるっていうのはすごいいいことだと思います。で、これ一つで CF Express Type A もいける、 SD カードもいける、マイクロ SD もいける、なんなら海外に行った時にね、SIM、日本の SIM をとりあえずこっちに入れとくっていうこともできるっていう、すごい便利なケースなんでね、ぜひちょっといいな、どうしようかな、買っちゃおうかなと思う人、この動画の詳細欄にね、購入先のリンクも入れておくんで、ぜひチェックしてみてください。 I hope you guys enjoy this video and see you in the next one. じゃあね、 Peace out.